金属のヘッドとスカート、ネクタイ、針、このシンプルで楽しい仕掛けでマダイを狙うタイラバ。カツカツカツというタイ特有の当たりと食ってからの力強い引きがたまらない魅力だ。基本はそこまで落としてただ巻くだけ。しかも初心者が大物を手にすることだって夢じゃない。今回はタイラバのスペシャリスト赤澤さんのナビゲートでもっと上手くなりたい坂本さんと共にこの釣りの基本を学んでいく。さあタイラバ釣りを始めよう。来た、ほら乗った。来ましたよ。これがタイの引き。ゆっくりテンションかけてあげるから。ゴンゴンやってますよ。これタイの独特の引きですよね。よし、よしよしよし、よっしゃー、やった、大きい、はい、やりました。ピンいいのに来ましたよ。タイラバでこんなタイが釣れたら、迫力あるやり取りができたら大丈夫。そのために必要なことを今からお伝えしよう。赤澤さん、はい、タイラバって私も何度かは経験があるんですけど、まだまだ詳しくないので今日はしっかり教えてください。はい、わかりました。まず、はい、タイラバはどんな種類があるんですか？いろんなことがあるんですけど、うん、一つずつちょっと説明したいと思いますね、はい、まずはね、ヘッドのタイプなんですね。これどちらかといえば、うん、丸型でしょう。丸い、丸い、これが丸型タイプと呼ばれる、まあ、スタンダードタイプ。それともう一つこちら、これ横から見れば丸いですけども、実はこれフラットなんですよね。平らですね。ペタッと平らにした形、はい、これが要するにフラットタイプと。今ねこのようなラインナップが実はあります。それとタイラバには重さですね。例えばこれ小さい、これ 30g です。これ 80g、こんなに大きさが違います。もちろん例えば浅い海だったらこっちの小さい方でもできるし、深い海とか潮流が速い海になるとこのような重たいタイプを選択することもあります。これは水深に合わせるということですか？そうですね、水深に合わせるんですけども、まあいろんな潮流のところがあるわけです。その釣り場でですね、で潮が速いところっていうのはやっぱり通常よりも重たくしと底が取りにくい、うん、で通常より潮が緩いゆっくり流れるところっていうのはまあ、軽いものでも大丈夫なんで、そこのところは釣り場によっていろいろ変わっていくんで、まずはね船長さんにね、ある程度どのぐらいですかっていうのを聞くのが一番だと思います。それとその時に例えば 60g でいいよっていう話であれば、はい、まあ、ちょっと重たいやつ60だったら 80g と60より1つ軽いやつ 45g とっていう風に、まあ、少しずつラインナップしておくといろんな状況に対応ができるんですね、うん、なんでそのように、まあ、一応船長さんに目安を聞いて重たいと軽いに用意していくといいと思います。この丸いものと平らなものの使い分けって何かあるんですか？はい、まあ、この、このね平ら場の釣りっていうのはラインが真下に落ちる釣りがありますよね。これバーチカルって言います。真下に落ちる、船からピッて糸落とすと真下に落ちていくやつと、バーッと斜めに払い出すっていう釣りがあるんです、はい、でこの払い出す釣りをドテラって言います。ドテラの時には基本的にこの丸型タイプの方が非常に操作性が高いです、うん、でラインが真下に落ちていくって時にはもちろんこの丸型タイプでももちろんスタンダードタイプ、これはどこに行っても強いですから、はい、いいんですけども、こちらのフラットタイプっていうのが異様にね、力を発揮してくれる時があります、うん、というふうに、まあ、その釣り場に応じてね、ラインの入り方に応じてこういうヘッドタイプであるとか重さっていうのを使い分けるといいかなと思っています。わかりました。タイラバのカラーはどういうふうに選べばいいですか？はい、そうですね、まずはねやっぱり全国どこ行ってもオールラウンドな定番色のこのオレンジ系、うん、それと例えばねやっぱりよく起こるのがいろんな状況によって潮、海の色が濁るってあるんですよね、はい、濁った場合は例えばこのような赤色、シルエットのするはっきりする赤とかね、こういう黒とかですね、それとか
このゼブラっていうようなカラー、はい、それとあと、光量朝夕間詰めってこうやっぱ光量光の量が少ないじゃないですか、うん、その時はね定番的なその時に定番的なこのゴールドカラーであるとかこのような夜光ですねグロータイプ、はい、自ら光を発するようなこのようなものが効くのではないかなと僕は考えています。ということはもう何色か持っていった方がいいということですね。そうですね、何色か用意していくとやっぱりいろんな状況にやっぱりね対応できるので何種類かはやっぱり揃えておいてほしいですね。タイラバは、はい、これだけでは釣れないんですか？これだけではちょっと釣れないですね。うん、タイラバは残念ながらヘッドだけでは釣れない。スカートとネクタイ、特にネクタイ部分は釣果を大きく左右する大切なパーツだ。そしてこのネクタイには大きく分けて2つのタイプがある。こういうねストレートタイプっていうのがあってもう一つはカーリータイプってねくる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 こう回るようなこのカーリータイプっていうのがあるんです。これは、はい、自分で形とか色を工夫することは可能なんですか？可能なんです。しかもねそれはね、はい、釣り場でねすぐに例えばね隣の人が釣れてたな今赤色のごめんなさい赤色のストレート、うん、これで釣れてたなと思ったら、はい、すぐ糸切らなくてねここね実はねスッと付け替えることができるんです。円月シリーズのタイラバには簡単に素早くネクタイ交換ができるスルスルパーツが付いている。タイラバではその時に魚がどんな色や形に反応しているかを探ってすぐに対応することが重要。素早くネクタイ交換をすることはとても大切だ。ちなみに、はい、赤澤さんのおすすめの組み合わせってありますか？おすすめですか？はい、まあね僕はこう結構ホームグラウンドが瀬戸内なんで、はい、瀬戸内ってねこういうカーリータイプ結構釣れるんですよね。くるっとくるっとこうくるくる回るようなアクションするんですね、はい、うん、でと外見ってねなぜかねこうカーリータイプよりも、まあ、もちろんカーリータイプも釣れるんだけどもこう奥的なストレートで釣れるイメージがあるかなと思います。ただね色っていうところとかっていうのは、はい、非常にその場の例えば光量とかね太陽の、うん、水の色とか結構ねそれによって変わってくるんですね食べているものとかによっても。 なのでこれも申し訳ないけども、はい、いろんな色揃えていく方がやっぱ釣れやすいです。続いて、はい、ロッドはどういったものを選べばいいですか？まあねロッドっていろんなことあるんですよ。例えば長さであるとか、うん、硬さであるとか、まあ、いろんな機能がいっぱい詰まったのがロッドなんですけども一般的なのはだいたい6フィート後半ぐらいですかね。6フィート後半の最初やっぱり初心者の人ならやっぱ乗せ調子と言われるねどっちか言ったらこう柔らかいソフトなものっていうのを選んでいただくと間違いがないかなと思います。使うタイラバとか水深に応じてそのパワーランクがライトって一番柔らかいものからミディアムライト、ミディアムヘビってあります。はい、非常に水深があったりタイラバ使うタイラバが重いとこはミディアムヘビーだし、うん、でそこまでではない、まあ、大概こう重さでいうところの 100g 前後っていうところならミディアムぐらいかなと僕の中ではそんな感じですね、うん、で、60g とか瀬戸内の一般的な重さ 60g とかって言ったらミディアムライトかなと、うん、で例えばもっと軽いものを使うっていうんだったらライトもしくは僕柔らかいのが好きすっごい柔らかい曲がってるのが好きっていう人はライトでいいと思うし、うん、好みにも重さにも応じていろんなタイプがラインナップされています。なるほど、はい、ということは行く前に船長さんに大体の水深と、ね、はい、まあ、重りの重さを聞いてから決めるのもありですよね。そうですね、それが多分一番正しい選択かなと思います。はい、はい、それとねあの中にはねだん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 スキルアップしていくともっと例えば感度のいいものとかもっとこう強いやり取りしたいとか、うん、いっぱいやっぱりいろんな、ね、こだわりが出てくるわけです、はい、そういう上位機種と呼ばれるものですね、うん、ちょっと一つ持ってみます、はい、何かじゃあこの辺りを、はい、こちらを、はい、これね実はちょっと違うでしょう。なんかここが違いますよ ね、 これそうです、これです、はい、これが普通のトリガータイプ、うん、でこれはちょっと違うやつ相当ちゃいますよね。ちょっとじゃないですか。かなり出っ張ってますね。出っ張ってます。これはね実は僕が今愛用しているね円月リミテッドっていうモデルに
搭載されている X シートのエクストリームガングリップというようなちょっと特殊なグリップなんですよ。はい、ちょっとね上位機種になるとこのような特殊な機能を持った竿っていうのも実はラインナップされています。ただねやっぱり初心者の方で最初からそんなに上位機種やっぱり買うほどではないし、はい、いう方もおられると思うんで、まずはご自身が行く海域の適正な水深重さ船長さんに聞いて、それでライト、ミディアムライト、ミディアムヘビーという、まあ、そのね、パワーの、どの、まあ、バランスがいいのか、それとあとは乗せ調子を選ぶ、この円月 BB タイプというのはこれ非常に、最初のね平場の基本性能っていうのは非常に盛り込まれたことなんで、この辺乗せ調子でまずはね魚を釣ってみるっていうのことが、まあ、一番おすすめかなと思っています。わかりました。リールはどんなものを選べばいいですか？はい、リールはね、世にあるタイプとしてねスピニングリールと呼ばれるタイプとこの両軸タイプっていうのがあるんですけども、これね、初心者の人はまずこの次の問題っていうのは底取りなんですよ。底取りってね非常にスピニングはやってて面白いんだけども、やっぱり底取り性能っていうのはやっぱりこの両軸リールに分があるんですね、はい、なのでこのベイト両軸リールから始められるといいかなと思っています。はい、まずはね水深によるギア比っていうのがあるんですよ。あんまり水深がすっごい深いところで実は HG って PG っていうのがあるんです。 HG っていうのがだいたいギア比7から 7.8 でPG というのがだいたい5から 5.8 っていうギア比なんですけども、このあんまり深いところでハイギア HG を使うと少し巻きの抵抗が重たいんですね、うん、なので深いところの海ではやっぱりパワーギア PG を使った方が楽に巻き取りが可能です。逆に浅いところで例えばこのような HG っていうモデルを使うと非常に感度がいいんですね。巻いた時の感じる感度がいいので、まあ、HG でもいいかなと思います、はいはい、特に深いところの方は PG を選ばれた方が絶対後々楽ですので、それは絶対かなと思います。それよりもね実はね進めたいことがあって、これです。ここにカウンターっていうね本がついてるんですよ、はい、で初心者の人がいつも一番苦手そうにするのが、うん、やっぱりこの釣りの肝である、うん、底取り。そうですね。でしょ、はい、底取りってもうできないと釣りにならない、うん、釣りにならないばかりか実は他船の人、ね、一緒に同船してる人に迷惑かけてることになるんですよ、はい、お祭りっていうね、はい、糸と糸が絡み合う、うん、こうなるともう釣りにならないんですね、はい、なので非常にねこのカウンターは船釣りの場合は船長さんが水深50メートルですよなんて言ってくれます、うん、なんで50メートル、そろそろ50メートルやなと、あ、そろそろ着底かなって構えることができるんですよ、はい、そしたら、あ、52メーター、3メーターで、あ、着底したと感じることを非常に、まあ、やりやすくなって、うん、その辺でね、底取りっていうことに対してこのカウンター付きリールというのは非常に安心なんです、うん、ぜひね、このカウンターを生かさない手はないと思うんですよね、はい、はい、あとはね、このような実はフォールレバーっていうこの上位機種にはついているんですよね、はい、平場が落ちていく速度すなわちフォールスピードを簡単にコントロールすることができるのがフォールレバーだ。上位機種にはこのフォールレバーが搭載され、かつフォールスピードを表示する機能もついている。スピードをコントロールする、これねタイに非常にねタイを誘うのに有効なテクニックなんですよ。落ちていく、平場が落ちていくってね今まで曖昧な表現やったんです、はい、巻き取りも曖昧だったんです、うん、上位機種にはそれをコントロールするレバー、水深以外にそれを目で見て分かるスピードメーターみたいなものが実はここについていて、これを使うことによって非常にその落として巻くだけっていう平ら場にもう一歩ね魚に近づきやすいテクニックがね簡単に使える機能がついている。これがね実はまあ僕的にはおすすめなんですけども、うん、円月プレミアムっていうモデルなんです。これがあることで本当にこう人にも伝えやすいですよね。そうなんですよ。これね、うん、同じようなモデル使ってると、はい、当たりの巻きスピードと当たりのフォールスピードを情報共有できるんです、はい、もう一段階高いレベルの
非常に魚に近づきやすい、これいいと思いますので、ぜひぜひ皆さんもご一行いただけたらなと思います。はい、タイラバではどんなラインを使うんですか？この釣りはね、基本的にはもう皆さん PE ラインです。ヨリトっていうやつですね。これで、まあ、僕が基本的に、まあ、ベースと考えているのは1号、うん、1号であったら外海で例えば80、90センチっていうタイでも、まあ、簡単には切られることがないし、うん、内海に来ると少し太めですけども、まあ、ベースは1号、はい、でも例えばあの 0.85 潮の速いとこだと細い方が潮の切れがいいですから、うん、0.85 とかっていう使うこともあるし、まあ超バケモンみたいな男行ったらね、それはもっと太いっていうこともありますけども、まあ、基本は、08から1号の PE ラインで、この PE ラインっていうのは実は4本寄りってね、4つの繊維からなる4本寄りっていうのと8つの繊維からなる、8本寄りっていうのがあるんです、はい。まあ、少しね値段的には8本寄りの方が、まあちょっと高いんですよね、はい、でもその8本寄りってやっぱり、感度が良かったりっていう部分で優れていて、ただコストパフォーマンスに優れるのはやっぱり4本寄りであって、まあ、最初はね、まあ、4本寄りの 0.85 ぐらいから始められるといいかなと思います。これリーダーは必要なんですか？そうですね、ここがね多分ね初心者の方には一番の一つのまず大きな課題宿題となるんですけども、はい、この P ラインとリーダーっていうのを結束しなきゃいけないんですよね、うん、これがまたね、簡単な、結びからちょっとね、これは僕ももうね80、90狙いに行くときにやってる結びっていうのもあるんで、はい、そこのとこまたね別のものでちょっとね紹介したいなと思います。 P ラインとリーダーの結束、まずは赤澤さんが初心者におすすめする改良型オルブライトノットを覚えよう。リーダーはフロロカーボンラインがいいだろう。まずリーダー、これを重ねます。このような輪っかを作ります。できればこの輪っかをですね角度を変えたり崩さないようにすると後々処理がしやすいです。やってみましょう、まずリーダーで輪っかを作りました。これに PE の本線を上から入れます。そうですね、15センチぐらいでしょうか、入れました。親指と人差し指でここ握ってください。これで左手の3本指でこのリーダーの2本を固定します。ここに巻きつけていきます。1回2回3回4回5回6回7回、このような形です。この時に先ほどこの右手の親指と人差し指で固定したこの輪ですね、これの方向を崩さないように置いておいてください。次に折り返していきます。 PE の本線でここからこの間に糸を入れていきます。1回2回3回4回5回6回7回、今ですねこの P ラインこの輪に対して上から入れました。なので今度はその逆です。下から入れます。下から上に入れます。それで、少しですね湿らせてやって、これ今水をつけました。このノット部分を湿らせてやってください。それでこの P の本線 P の支線を持ちます。リーダー2本重ねた部分を持ちます。ゆっくりとですねこの編み込んだ部分を左に軽く引っ張りながら締め込んでいきます。こうですね。それである程度締まってきたら最後は重ねて最後は指で押すように締め込んでいきます。最後に P の本線リーダーの本線を持ち締め込んでいきます。あとは
ハサミで 1-2mm 残したところでカットします。 1-2mm 残してカットします。これで完成。リーダーとタイラバの結束はユニノットがおすすめだ。リーダーと、タイラバの結束について説明をしたいと思います。まずはシーハンターの輪にリーダーフロロカーボンを通します。折り返してここに輪っかを作ります。3回ほど、1回、2回、3回ほど巻きつけて、まずはここを湿らせます。軽くこの場所で締め込みます。軽くです。で、リーダーの本線を持ってこのノットをシーハンターのこの部分まで締め込んでいきます。こうですね。ここからですね、このリーダーの視線を、締め込んでいきます。もう一度締め込みます。もう一度視線の方も締め込みます。あとはこの、リーダーの視線をカットします。この時に、3ミリから5ミリほど、残した形でカットしました。これで完成です。このノットの中にこの赤いシーハンターが入ると、大きな魚が来た時に抜けてしまいますので、必ずこのノット、この結びの中に、赤い、繊維がですね、入らないように注意してしっかりと締め込んでください。完成です。これおすすめの長さってあるんですか、リーダーの？長さはね、まあ、基本的には例えば2ヒロから3ヒロぐらい、1ヒロっていうのが約150センチですから、はい、2ヒロの場合は約3メーターぐらいで、3ヒロっていうことは 4.5 メーター、つまり3メーターから 4.5 メーターぐらいが一般的です。お、結構長めですよね。そうですね。これね、いろんな意味合いがあるんですけども、ショックリーダーって言ってね、まあ、魚がガツンって食ってきた時に微妙に糸がぐんぐんって伸びてくれるんですよ。それでショックを和らげたり、強い引きに対して、急激な強い引きに対して、まあ、ショックを和らげてくれる役割がある。それとでもね、これを長くすればするほど食いは良くなるけども、例えば底取りがやりにくくなるっていうのがあるんですよ。なのでその辺は決まりというのはないんです。例えば底取りを重視したかったら少し短め、はい、例えば1ヒロとか 1.5 メーター、1ヒロ半 2.25 メーターぐらいにするし、いや食い悪いなと思ったら2ヒロ 4.5 メーターっていうふうに、いろいろ自分の中でその釣りをイメージしながら変えていくといいかと思います。わかりました、はい、これおすすめの号数ってありますか？そうですね、これはね、 PE の強さに、まあ、それ相応のリーダーの強さっていうのを合わすのが基本なんです、はい、例えば1号っていう PE に対しては、フロロカーボンリーダーですねの4号がだいたい適正なんですね。で 0.8 号の PE には3号、1.2 号っていうとやっぱり5号ぐらいのリーダーっていうのが、まあ、基本的に、まあ、その PE の強さとリーダーが合う強さということになりますので、そのようなことにすると後で、まあ、大きなトラブルにならない、P が高切れしないとかね、そういうことにまあつながっていきますんで、その辺はまあ基本的に守っていただく方が、バランスの悪いリーダーっていうのは良くないかなと思います。では初心者におすすめのタックルセットを教えてください。はい、はい、こちらなんですけども、まずね、ロッドはね、先ほども言いました、乗せ調子、
円月 BB シリーズ、これであとはもうパワー、その海に合わせてパワー選んでもらうっていうセットと、リールはね円月 BB というモデルがあるんですけども、それってね平場で必要な、例えばドラグの滑り出しとか、パワーギアもありますし、ハンドルも結構大きなものがついていますので、非常に使いやすいかなと思います。でもねやっぱり安心が欲しいじゃないですか、ミスをしないという、にはやっぱりこのカウンター付き、こちら円月 BB のロッドと、これ円月 CT っていうね、カウンターの付いたモデル、これがやっぱりね底取りの安心もあるんで、本当のおすすめは少し BB よりもこちらの方が値段は少しだけしますけども、やっぱこれがねやっぱり最初ワンタックルって言ったらこれかなと思いますね。船を予約するときに聞いておいた方がいいことってありますか？いろいろありますね。やっぱりねまずは駐車スペース、周りの港とか多いじゃないですか、迷惑かけると大変なんで、まず駐車場のこと、それとあとは何よりもね釣りするんやから、明日の水深どのぐらいっていうことで平場の重さ、それとやっぱり有効なネクタイとかね、赤色が食ってるよとかっていう話もあるんで、そのネクタイみたいなもの、っていうのをやっぱり事前に情報を集めておくと、やっぱりご自身の釣りに役立つと思いますし、あとはねやっぱり、港行ってからいろんなことでやっぱり時間ってくるんですよね、なのでその集合時間というのは、集合時間はそうですね、僕30分前にはもう港着く感じですかね、で、まあ、皆さんに同船の人に迷惑かけないようにね、やっぱり心がけるっていうのはやっぱり釣り人のマナーかなと思いますから、やっぱり集合時間の30分前っていうのは、ね、港に着くような形でしておくと間違いないと思います。その他気をつけておいた方がいいことってありますか？例えば急な雨とかね、なんぼ暖かい時でも急に雨降られるとだんだん体力下がっていくんですよね、体温下がっていくんで、やっぱレインウェアとか、それとかやっぱり冬場っていうのはちょっとした街の、ね、コートみたいなのではもう寒くて釣りにならないです、足元から冷えてきますから船の上ってね、なんでやっぱりきちっとした防寒とか、足回りあったかいもの、やっぱりシューズ、そのような、ね、防寒シューズみたいなのがいいかなと思います。夏場はやっぱり今度雨なんかで船の上滑りやすくなるんで、デッキシューズ、ボートシューズみたいなもの、それとやっぱり夏場はね今度日焼け、日焼けがやっぱりひどいですよね、なんで日焼け止めしたり、やっぱり水分をこまめに補給、せっかく遊びに行ってね、大変なことになってもダメじゃないですか。やっぱり思ったより暑いとか思ったより寒いっていう風に思ってた方がいいってことですね。そうです。ちょっとやっぱりあとはねやっぱり酔ってしまう人がいるんですよね、最近はものすごくこうね酔い止めもいい薬が出てるんで、まあそのようなものでねちゃんと安心安全に遊べるようにそのような準備をしていくといいと思いますので、ぜひぜひいろんなものを備えておいてほしいなと思っています。これであとは平場を楽しむのみですね。そうですね、しっかりとでっかいやつ釣ってくださいよ。お願いします、楽しい実況、しかし知っておきたいことがいくつかある。船に乗る際の注意点から平場のテクニックまで分かりやすく解説していこう。安全に楽しく釣りをするための装備やウェアなどをまずチェックしよう。強い日差しに耐えられるよう肌の露出は少なめに。命を守るライフジャケット、膨張式のものでいいだろう。濡れにくく滑りにくいシューズを履いておこう。偏光サングラスも用意した方がいい。そして帽子やサンバイザーで頭を守ろう。グローブを着用すればグリップ力が増し怪我防止にもなる。脱水症予防のためクーラーには十分な飲料を入れておこう。そして船酔いが心配な人は酔い止め薬が必要だ。他にも持っておきたいものはこの通り。フライヤー、ハサミやラインカッター、フィッシュグリップ、レインウェアや防寒ウェアも忘れずに。
今日はね、香川県にやってきました、うん、高松沖の平場に今日は出かけましょう。楽しみましょう。はい、楽しみましょう、はい。ポイントに着いたら船長の合図で実調開始。では平場釣りの基本を一つ一つ見ていこう。ツーピスロッドのね、継ぎ方、しまい方というのに少し注意点があるんでお話ししたいと思います。はい、まずはですね、これここに点見えますでしょうか。はい、こちらにも点があります。これとこれを合わすようにですね、この点と点を合わすように差し込んでいただけるときっちりとしたガイドのセッティングになるようにできております。このような継ぎ方をしてください。次はしまい方ですけども、実はねこれね、ガイドをギュッと持ってギュッと持ってガンってのける人がいます。これねやっちゃダメです。このガイドというのはここね、ガイドの、まあ、テープとかですね、糸で巻いてるんですけども、非常にね、繊細な部分なんです。なので必ずこの辺はガイドを持たずに、ボディのブランクスの部分を持って抜くような形を切ってください。平場の基本操作をやりたいと思います。平場というのはただね、これを落として着底させて巻き上げるだけ、このような簡単な操作でタイが釣れてしまいます。なぜねそこを取らなければならないのかということなんですけども、平場、タイってね落ちていくものについていく習性なんですね。それで、着底して切り返しの時にガツガツと平場を食ってくると。なので、着底をさせて巻き上げる、この行為を、まあ、平場の操作になってます。まずは投入です。平場のネクタイがね針とかに絡んでいないことをまずは確認していただいて投入してまいります。この時にポーンと落としてはダメです。ですね、この、ハミング、まずはねクラッチを切って、切った状態で横になびかしてください。なびかしますよ。なびかしてこのなびいた、ネクタイがゆらゆらしてる、そしてパッと離す。そしたらネクタイがひら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 のから落ちていきますから、針に絡むことがすごく少なくなります。はい、着底今しましたね。そしたらすぐに巻き始める。着底は、もちろんこういうメカニカルブレーキを絞った形でも明らかにパッと糸が止まります。パッとまたすぐ巻くっていうのでもいいですし、例えばサミングといってですね、この親指で軽く吸って、これでも止まりますから、止まりますよ、もうちょっとしたら。はい、止まりました。すぐ巻き始めるっていうのが基本的な平場の操作です。ラインが止まったら着底、着底後はすぐに巻き上げる。スローで見てみよう。フォール中、着底、巻き上げ開始。ロッドティップ見ていてくださいね。落ちていくときにはポンと戻りますよ。一瞬ポッと戻った、この瞬間に巻き上げる。もう一度やってみます。着底は竿先の動きでも分かる。いきますよ。ティップがポンと戻りますからね。はい、ポッ、戻りました。すぐ巻き始める。これで、船長さんの、指示ならまで巻き上げる、落とす、巻き上げる、落とす、ただただ落として巻くだけです。あとは、まあ、魚がですね、例えば魚探に、船長さんの指示で例えばそこから3メーターまでやってねって言ったらですね、これ、60センチぐらい巻き量の、リールですから5回転もしくはこのようなカウンターがついていたら、今そこが何メーターでしょうか、11.3 メーターと出ました。3メーターほど巻き上げる、8.3 メーターまで巻き上げてやるというようなことをずっと繰り返していきます。はい、着底して、ここからね、実は平場の大切なテクニックとして等速巻きというのがあります。
これですね、頭足巻き、頭足巻きができている人の竿先というのはこのようにパタ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 はしません。綺麗にこう描いてくれます。竿先が頭足巻きができていると竿先はピタッと動かない。頭足巻きができていないと竿先はブレている。これは良くない。頭足巻きやります。こんな形ですね。非常に、ロッドティップが一定の曲がりでずっと、少し丸か軽く曲がった形になってますね。これの大切なところというのは実はね、海中っていろんな変化があります。潮の速さが変わるところがあるとか、魚が追尾してきたとか、実際、なかなか判断しにくいような小さなあたりが出るっていうのを、判断するためにこのハンドルにかかる負荷を一定にする、つまり等速巻きをしているとそのような変化にね、人間気がつきやすいんですね。なのでこのパタパタ巻くのではなくて、きれいに、ハンドルに一定の負荷がかかるような形で等速巻きをします。そうするとですね、いろんな変化が、情報として伝わりますから、非常に、平場にとって有効なテクニックの一つだと言えます。次はね、ちょっとだけね、フォール平場っていうものについて説明したいと思います。通常はね、平場というのはトンッとして巻き上げる、これが普通の平場です。で、その落ちる時っていうのに非常にマダイは興味を示します。ここで、この落とすというのをスピードをコントロールしてもっとマダイに興味を示してもらおう、これがフォール平場です。フラットバクバクと言います。この平場丸型ですけども、横から見れば丸型ですけど、実はこのような小判型みたいなね、フラットな形してます。これというのは実はね、テンションをかけないで落とすときにはこのような横にスライドしたような動き、スローのジグみたいですね、こんな動きをして落ちていってくれます。それとテンションをかけながら落とすときというのは、回転を目指してね、このようにブル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 と震えながらフォールをしてくれます。のように、フォールの時に、通常の平場というのはヘッドアクションはしませんけども、これはね、フォールの時にヘッドアクションが生まれる平場となっています。普通の平場と一緒です。落とす時にはゆっくりちょっと横にスライドさせてネクタイをなびかす、そこからサミングをほどいてやって落としていきます。その時に竿をこんな風に立てるしていますけども、これってね、スムースなフォールを実現しにくいんですね。ちょっとだけガイドテンションを抜くために少し竿先下げてあげてください。このような形で落としていきます。今ね、パタンパタンって竿先が動いてると思います。これね、スライドしたりいろんなヘッドのアクションが生まれています。はい、あとはね、通常の平場と一緒です。着底したら巻き上げる、ただこれだけです。はい、巻き上げます。それでフォールのスピードを少し、コントロールする。じゃあちょっとやってみましょう。フォールレバーありますよね、これを少し起こしてあげて、はい、落としていきます。これゆっくり落としていきます。はい、こんな感じですね。今軽くパタ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 としてると思います。これね、ヘッドアクションこんな風に今落ちていってます。はい、来ました、巻き上げます。フォール平場って言ってもですね、やることは一緒なんです。ただフォールスピードを、まあ、少しゆっくりにしたり速くしたり、いろんなね、その時に応じた、いろんなアプローチの仕方をしてあげる。マダイというのは非常にね、まあ、いつもね、底の方って言っても底から少し浮いたとこ、もしくは例えばイワシベイトみたいなのが回ってる時っていうのはかなりね、海底から浮いたところに、ポジショニングをしています。その浮いたマダイがですね、その落ちていくものに対してついていく。でも通常の平場だとすごく速いフォールだけでアピールをしています。フォールでアピールですね。でもね、それについていけないちょっと活性の下がったマダイとかっていうのもやっぱり中にいます。なのでそこのところで少しフォールレバーを起こしてやって、スピードを落としてやることによって、底
そのフォールにの速いスピードにはついていけないけども、ゆっくりならついていけるというマダイも中にはいるはずです。そのような、ゆっくり見せて、ゆっくりついてこさせて、よく見せて、巻きで食わせる。最初はねスーッと落としてやったらいいと思います。今6とか5とかっていうスピードで落ちていってます。フォールスピード表示機能があるリールではここに速度が表示される。ここ水深30メーターですけども、まあそこ付近になってくると徐々に、フォールレバーを入れて、ほら今3になりましたね。少しゆっくり2になりましたね。このようにちょっとねレバーを立てることによって、そのタイがいるであろう棚でゆっくりと見せて、フォールで誘ってあげると。フォールスピードをコントロールすることで積極的にタイを誘うフォールタイラバ、これもぜひやってみよう。はい、今こう落としてます。着底すぐに巻き始める。ここでねまずはね魚が、当たりが出ると竿先がねパタ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 ってこう叩かれるような当たりが出ます。これでもハンドルはそのまま前、持ってですね巻き続けてください。そこでねよくあるのが、バッって合わせてしまうという人がよくいます。かかってもないのに合わせてしまうと実は全部バレてしまいます。なので当たりが来ても我慢して、そのまま巻き続けてください。で竿がグググググッと絞り込まれます。こうなったら針がかかりました。ここからはやり取りが始まります。つまり、グググググッと竿が絞り込まれるまでは合わせたりとかっていう行為はしない。ご法度です。そのまま巻き続けてください。これが最もねタイをねやっぱり初心者の人が手にしやすい一つの、キーポイントかもしれません。18メートル。18メートル、浅いな。浅いですね。こうなるけんな。だけだんだん浅くなってきたら18寄っても12とか10とか言うてこうだんだん浅くなっていく、はい、その辺やっぱこのカウンター付きだったら、あ、地形がどうなっていったなとか、わかりやすいですよね。いうのがわかりやすいんで非常に水中のイメージしやすいんでな、巻き始めに来ることが多いです。なので、はい、タイラバの基本動作で、はい、一つのテクニックで、タッチ&ゴーって言って、はい、そこを着底したらすぐに巻く。すぐに巻く、これは2つの意味があって、はい、実はねやっぱ根掛かりするんですよね。 あんまりこう着底してゆっくりやってると根掛かりするじゃないですか、はい、引っかかってで切れてしまうっていうのが起こるんですよね、これを防ぐっていうのが一つ、はい、それとまあタイラバって落として巻くだけのシンプルな釣りなんですけども、その落ち寄る時にタイがついていくんですよね。スッとついていったりして、ついていって帰ってきた時に、そうです、ガーンっていうかパターンが一番多くて、でねその動いているじゃないですか、落ちる時ってタイラバ動いてるわけですよ、はい、で着底した瞬間は止まるわけですね、はい、動きが、はい、そこであ餌違うって見切られんように、あポンってついたらすぐ巻く。これが実は超過を伸ばすためのテクニックでもある、うん、めっちゃ速いな、めっちゃ速いなめっちゃ速いな、ついてから巻き出すのめっちゃ速いなっていうのはいいことです。やっぱり根掛かりも防ぐし、魚にこれはルアーと見切らさないっていう、はい、そのまあ要するに止まるところがない。じゃあね坂本さん、はい、坂本さんのはこうカウンター、水深のねカウンターだけなんですけども、僕のにはねカウンターとさらにその巻きのスピードとフォールのスピードが分かるスピードメーター、これがついてるんです。このね、スピードメーターがついているとさらにね実はいいことがあるんです。タイラバってね、はい、もう非常にその大事なのが実は巻きスピード、スピード、ルアーの要するにスピードですね、タイラバが動く泳ぐスピード、はい、これってね例えばベイトによって食べる魚にね餌になっているものの動きが速ければ例えば速くとか、潮が速ければ少しゆっくりめとか、はい、いろんなねこうまあパターンがあるんです、はい、その当たりスピードっていうのが見つけるっていうのもこれまたねこの釣りのまあ重要な部分の一つで、
そのあたりはね、これ、まあ、スピードのカウンター、ね、スピードのメーターがついてるやつっていうのは非常にそれでね、こう、まあ、例えば今4のスピードとか5のスピードとかデッドスローの2とかいうふうにいろいろと目でこう確認しながらね、まあできるわけですね。非常にやりやすくなった。今まではこう曖昧にすっごく遅いとかちょっと速いとか、すごく速いとかっていうようなことしかで表現ができなかったんやけども、このカウンター付きのやつはね、スピードのメーターもついてるんで、船の中で例えば、まあ5で当たったよということを、まあ、そのカウンターがついてるリールを使ってたら、まあ、共有できるんですね。この当たりスピード、はい、これ非常に大事なんで、その辺もね意識してやると初心者の人が釣りやすいかなと。まあ、カイラバロードね、これまずはね、このリールがついているこの辺りですね、リールシートって言います、はい、ここをですね、まあ例えば坂本さんのならトリガーがありますから、こういうトリガーです、はい、僕の場合はこういう変わったシートですから、まあどちらにしても持ちます。でこのグリップエンドと呼ばれるこの竿の後ろの部分ですね、これを脇に挟みます、はいね、でここをしっかりギュッと力強く持つ人いるんですよ、魚に負けないで、これってすっごい疲れるんですよね、なのでまずはグリップエンドを脇で持ってあげて、このような状況です。要するに脇が持っている、重みが竿先って下にこうかかりますから、このシーソー状態になってるわけですね、はい、なんでここ、こうなってますよね、つまり上に重みがかかってる、これでこういう形で脇で持ってあげる、で左手、まあ僕の場合右巻きですから、左手はリールをターミングしてそっと支えてあげる、このような形で竿先がちょっと下に落ちた感じ、これがね最も楽です。うん、あとはしっかりと指でノブを握って、これね、こういうふうに脇をここでキュッて締めると、実は手首で回しちゃうんですよね。これ竿を見てください、パタ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 するでしょ、はい、つまり綺麗な等速巻きってできにくいわけですよ、これでは。でどうしたらいいのっていうのは、ちょっと肘を浮かします、こうやって軽く、そしたらこの要するにノブを握った手と肘が直線的になるんですね。こうなってくると、こう非常にこういうふうに等速巻きってね、綺麗な巻きがやりやすいと言われています。左脇は締めてロッドをしっかり握り込む、まあ、固定する、で左手はターミング、サポートしてやる、そっと添えるだけで、右の脇は逆に開けてで綺麗に巻きやすいような、まあ、巻きやすいように、少し脇を開けてあげて、あとはご自身でいいポジションを見つけてあげたらもう完璧です、はい、たったのそれだけです、うん、あとはもう落として巻くだけ。落として巻く、すると、お、来た、はい、あ、来た坂本さんにヒット、いいよ、力強い引きだ、あー、いい引きしてる、おー、やばい、おー、タイヤ、おー、でかい、でかいよ、いいよ、いいよ、あー、怖い、大丈夫、太郎なんでね、はい、とりわけ暴れるんですよ、あー、いい引きですよ、本当にいい引きしてる、わー、これ、このタイの引き、あー、でかいよ、坂本さん、それ大きい、すごい、大きい大きい、ライン出しますね、ちょっと待って待って、落ち着いて、落ち着いていこうよ、落ち着いていきましょう、よしすごい引き強い、いいやり取りしてると思うんですよね、坂本さんのロッドの加工、こう見てくださいね、こうがね、あんまり変わらないじゃないですか、このようにロッドってあんまり暴れさせるとやっぱバレやすいんですね、なんでロッドのこうが一定の曲がり、一定の負荷かかってますよね、こういうやり取りはやっぱバラしにくい、上手なやり取りだと思います。もうすぐちゃん、もう上がってきますよ、上がってきますね、元気なんですね、上まで元気、最後までですよ、はい、シャローの魚なんで、はい、いいサイズよ、多分間違いなく、おお、でかいよ、いいやつや、うわ、でけ、でかい、めっちゃでか、でかい、うわ、でか、これは大物、やったー、嬉しい、やったはい、やったな、来ました、1枚目、これ
やってきました。いや1枚目って1枚目にしたらこれでかすぎん、これ今チーチー出てました。こんな立派なマダイ、これ見て、これ何センチある？70近いな。近いですよね。こんなんて普通、はい、大ベテランの人しか釣れん、はい、でも平場ってこのような、うん、立派なやつがこんな簡単な仕掛けで食ってしまう、はい、これが平場だから本当初めての人にもチャンスがあるっていうのがいいですよね。そうなんですよ。で非常に引きはエキサイトだったでしょ。いや今すごかったです。もう途中で、うん、あこれは絶対バラしたくないと思いました。はいはいはい、結構あのラインも出てたのででかいなと思って、うん、面白かったです。この1枚、はい、素晴らしい、はい、なんと1匹目から70センチの大きなマダイ。これがあるから平場は面白い。坂本さん大きに釣れたな。はい。でいい気になって次投入してよくね針先が、丸まっててかからないってことがよくあるんですよ。なのでやっぱりこういうふうに針を爪に刺してみて、はい、キュッと引っかかるようやったらいけますので2本ともねチェックしていただいて、はい、大丈夫やったらそのまま投入していただいても大丈夫です。引っかかります。はい、タイの口ってね結構ね周り硬いんですよ。なんでこのようにね釣れた後特にね、うんうん、あの先がクッと丸まったりとかってよくあるんで、はいはい、ぜひ、チェックをしてから投入するようにしてください。はい、はい、これラインも見た方がいいですか？ラインもそうですね。ラインもねこうやってスーッと手を滑らしてみてですね、はい、引っかかり、カサカサになっていないかと、うん、これね丸飲みした時とかね、はい、体がねザラザラになって、うんうん、次来ちゃうとこれバチンって切れてしまいますから、はいはい、その辺もチェックしていただいたらいいかと思います。わかりました。釣れた後は針やネクタイラインに問題がないかチェックしてから平場を投入しよう。そしてあー来た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 、いきなり来た。手が滑ったけど乗ってくれた。今度は赤澤さんにヒット。これな、タイか。何ですか？うわ、かわいらしい、かわいらしい。ごめんなさい、急に来たんでもう何ともできなかったですけど、急に来ましたね。かわいらしい、これちょっとうわー、こんでちょっと、そのかわいそうな目で見るのやめて坂本さん、かわいい。ベテラン赤澤さんの初ヒットはなんともかわいらしいタイ。これも平場。はい、釣れてくれました。こういうタイでもほんまにねカタ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 ってね非常にエキサイトな引きしてくれるんですよね。ちょっとかわいらしいタイなんでまた何年かして大きくなって戻ってきてもらいたいなと思います、ね、ちょっと逃がしてやります。お腹がぷくっと膨れるとやっぱ空気抜きをしてあげてから逃がす方がいいんですけども、多分これだったら大丈夫だと思います。はい、逃がしてあげます。いきます、よいしょ、いまた来いよ。あら、おー、いたー、あ、すごい元気、すごい勢いでよかったです。一匹釣れましたけどね、結構僕もうベテランなんですけども、この釣りっていうのはねそのベテランやから大きい魚が釣れるっていうことではありません。初心者の人でもいきなりね初めて行ったビギナーさんがもう大きい鯛をね釣ってしまうっていうことはよくあることなんですね。はい、まあその取り込みとかのテクニックっていうのはやっぱりベテランさんっていうのはやっぱり上手だと思うんですけども、でも、初めてのビギナーの人が大きな鯛、ベテランの人がね可愛らしい鯛っていうことも多々あることなんで、やっぱりね平場って、はい、面白いんだなと思います。はい、船長の合図で平場を回収し移動。このようにして、平場を上げてください。ピックアップしたで、船長さんが移動する際というのはこれ非常にね危険な鋭い針がついてますので危ないですので、ロッドは、破損しないようにここにロッドホルダーに入れます。そしてこれクラッチを切ってですね糸が出る状態にして、でここの平場ホルダーの中に入れます。でクラッチをちょっと入れて、こうしておくと危険を回避でき移動後もすぐに釣りを始められる。
タイラバホルダーがない場合はラインを出して下に置いておこう。ちょっと当たり遠のいたな。遠のきましたね。で、だんだん潮も少し緩んで魚の食い気っていうのがだんだんちょっと下がってきてるので、まあ、そこでこういう、はい、針にさっきのチェックしてもらった針にね、下側の針にちょんとかけて、これワーム素材なんですよね、こういうやつ、はい、でこれというのは味と匂いがついていて、うん、こう甘噛からこう本食いにひょっとしたら変わるかもしれない、うんうん、こういうお助けアイテムなんですね。じゃあ渋い時に使える。そうです、そうです。なのでこれ一つちょっとね、はい、下の針にちょんがけっていって、よいしょ。これ下の針につける理由があるんですか？まあ下の針の方がネクタイの動き阻害しないっていう部分もあるんで、はい、まあ上につけていただいても大丈夫なんですけども、はい、こんな感じ で針に対してこう綺麗にまっすぐになるように、こう分かります？分かります。これが斜めになっとると動き悪くなるんですよ、うん、なんでこのように綺麗な形で、僕はこの割れカーリーをちょっとだけ変化を与えて、これですね、これこんなやつ、瀬戸内ってちょっと食べてるもちっちゃいんで、ちっちゃくこれね、こっから実はこれスリットが入ってどこからでも切れるようになってる。かといって結構強いんですけどね、こんな、なかなか切れないですけども、これをこうやってちぎる、ちぎって改造することができるんですね。これちっちゃいちっちゃいグラブですね、こんなんつけます。きれいにまっすぐとつけてあげる、ね、すると早速当たった、当たった、早い、当たった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 、あー、うわー、来なんかった。ちょっと追ってましたけどね。ちょっと追いました ね早かったですね、当たり出るの。いきなりですよ、一落とし目です、乗らなかったが当たりは出た。そう、悔しい。そして坂本さんにも。あはー、かんの、今のダメなの、なんで今のでダメなの。すごい当たりしたんですけどね。でも多分小さかったです。ここここっていう、あ、見た方がいいですか今の。一応見てください、チェックしてみてください。クシャクシャってなってないか。結構いい当たりしましたからね。あ、その時、あー、来た、あ、来た来た来た、おー、来たよ、あー、来た来た来た、ほら乗った、おー、来ましたよ。まあまあ、いいサイズ来ましたね、来ましたね。今ね、そこから4回転、5回転巻き上げたとこで、左ね、食ってくれました。おー、おおー、いい引きしてる、いい引きしてるね、こうやってグググって引っ張るときには巻かないで、こうやって引っ張るときには巻かない、出してあげる。で、ロッドの、この円ですね、こうですね、これを一定に、したやり取りを心がけます。相手が引かないときはこうやって、まあ、巻いてください。相手がこうやって引くときは、巻かないで、ゆっくりテンションかけてあげる感じ。ゴンゴンやってますよ。これタイの独特の引きですよね。よし、もうあと 5m 上がってきますよ。おい、どんなんか、どんな人、おー、Aサイズ、おー、大きい。よし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 、ナイスフィッシュ、ナイスフィッシュ、おい、ナイスフィッシュ、ナイスフィッシュ、おい、よっしゃーい、やった、オーケー、よっしゃーい、やった、オーケー。で、ここで喜んでて、よう竿を折るんですよね。網に入ったら、これクラッチを切って糸を出してください。そしたら、ロッドの破損等々を防げますから、はい、はい、やりました。ついにいいのに来ましたよ。赤澤さん、今度はさすがの量刑。これね、まあ、さっきちょっとねタックルの方変えたんですよね。この、バクバクトレーラーっていうのの割れカーリーっていうのを一番下側でね、ちょっとプチッと切ってカットして、このようなグラブのような形でやってみました。これを下側の針、今ちょっと伸びましたけど、ちょっとここ置いておきますよ。で、そこから4回転5回転ぐらい巻いた時で、いきなりゴボーンって入りましたね。いい魚ですよ。タイガーバクバクの 45g です。レッドボールですね。ネクタイがメビウスカーリーのオレンジを少し、ショートカーリーにカットしてチョキチョキしてですね、
で先をねよく動くようにこのように二股に分かれるようなこんなカット切れ込みを入れました。これね結構ここの瀬戸内で結構効くんですよね。もう何年も前から結構ずっとやってるんですけどもこれ結構効くんですよね。はい、やりました。カットチューンしたネクタイとお助けアイテムのトレーラーを使って漁系マダイをキャッチすることに成功。あった、坂本さんにも来た来た来た。あ、やっちゃうそれ。もう元気なタイの引きに笑みが止まらない。あ、見えました。おお、漁系、漁系や。おお、きれい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 。よっしゃよっしゃよっしゃ、来ました。やったー、来ました。これもいい引き、イエーイ。うわ、連発。よいしょ、来ました。お、かわいい、かわいいの来た、かわいい、来ました、かわいい。小さいですね、リリースやね。ちょっと横走って、いやいや、そんなでめちゃくちゃでかないです、でかないです、大丈夫です。ただラインが斜めになっててもう上がってきましたよ、大丈夫、よし、よっしゃ、よし、よし、はい、来ました。これすっごい、こうすっごいプロポーション、すっごい丸丸した、結構パワーありましたよこの魚。うん、横にね、食ってから横に走りました。これカットチューンですよ、オレンジとちょっとね水が濁ってるんで黒色を混ぜてね、この細く切ったネクタイもこれ合わせ技です。このまっすぐなやつとこのカーリーの細いのを、混ぜて使ってみました。そしたらね、いきなり4回転ぐらいでガツガツと来てくれましたね。はい、こんな魚来ました。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー参った。いや、ほんと両方も釣れて、はい、もうタイの引きを存分に味わいました。そうですよね、はい、もうね、いろんなやっぱり道具もね、うん、いろんな釣り方ありましたやん、ネクタイ変えたり、トレーラー使ったりね、タイラバって、ね、楽しいなと思いました。ドキドキする、はい、今日もいっぱいドキドキしましたね、うん、またね、これをね、いろんな人にもね、実際味わってほしいんですよ。そうですね、はい、ぜひぜひ皆さんもタイラバゲーム、楽しんでみてはいかがでしょうか。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しく釣りをした後は必ず使った道具の手入れをしておこう。リールはまずドラグを完全に締めてから真水で洗う。温水を使うのは NG だ。ハンドルノブの接続部やレバー周り、塩分や汚れが付着したライン、レベルワインダー周辺も念入りに洗い終わったらしっかりと水気を切る。水気を切ったらドラグをいっぱいまで緩める。タオルで細部まで丁寧に拭く。あとは陰干しすれば OK だ。ロッドも同様に真水でしっかり洗っておこう。特にガイド部分やリールシート周りは念入りに。タオルで水分を拭き取る際、
デリケートなガイド部分や竿先には力がかかりすぎないように優しく。拭き終わったら陰干ししておく。平ら場もまず真水でしっかり洗う。そしてパーツを外していく。トレーラーはシリコンネクタイと一緒にしまうと溶け出してしまうので別の入れ物に保管するといい。針は傷みやすいので再利用しない方が無難だ。ヘッド、シリコンネクタイ、ゴムパーツはタオルなどで水分を取り陰干しし、それぞれ別の容器に分けて保管すると万全だ。赤澤さんはドラグの設定はどうやって決めてますか？はい、ドラグはね、だいたい数値で言うとだいたい700から800グラムぐらい、そのバーチカルとね、お寺っていうのでは違うんですけども、今日のような状況だったら700から800ぐらい、700、800って言われても、最初やっぱ慣れるまではどのぐらいかわからないですね。そうですよね。で、やっぱり経験者とか船長さんに聞くと、例えば糸を持ってね、このぐらいだと700、800切れないよと、大丈夫だよって、はい、いうふうに判断してくれるんで、最初はそこから始めて、教えてくれたこの感覚、この重さっていうのをやっぱり船長さん調整してくれたら、やっぱり自身でもこうやってね引っ張ってみて、あ、このぐらいかと、だんだん覚えていってもらうといいかなと思います。ドラグってね、非常に大事なんですよね。大きい魚で来るとやっぱり出てほしいじゃないですか、これをギュッと適当に締めた状態でやると、もう大きい魚が来るとね、糸も簡単に切れてしまうんですよね。なので非常に大事なことの一つですね。はい、平ら場の重さってどうやって選んでますか？平ら場の重さはね、その日によって、例えばこのね高松エリアでも日によったらね15メーターとか、日によったら40メーターとかっていう時もあります、なのである程度事前の電話で船長さんにどのぐらいの平ら場でできますかっていうことを聞いているのが、まずそれが一つ。それとあと、例えばこのようにちょっと杭悪くなると、少しヘッド体積の小さいもの、つまり軽いものね、できることならそっちの方が杭がいいかもわからない。なのでそのようにね、ちょっと重たいもの、ちょっと、軽いものっていうのを用意していて、自分でそこ取れるなと思ったら軽いものにチャレンジしてみるもええと思います。ちょっと自分でそこ取りにくいなと、 60g って言われたけど取りにくいな思ったら 80g セットしたらいいと思います。自分ご自身のそのやっぱり感覚っていうところもあるので、ある程度目安は船長に聞いておく。でそれの軽いものと重たいものをちょっとずつ用意しておくと、いろんな状況にね対応できると思うんですよね。なのでそうするのが一番ベストかなと思いますね。はい、はい、入れる時はやっぱりね、こういうふうにチューブラリでこんなところでこうやっていると非常に危ないですね。急激にドーンって横波に襲われる時あるんで、入れるなと思ったらやっぱりこういうふうに壁に体をつけて、こう足をやっぱり狭めているよりかはやっぱり足をこう開いて安定さす方が、横揺れ、ね、縦揺れにも強いですよね。やっぱりちょっと足を開いてちょっと腰を下げる感じで壁についておくっていうのがやっぱり安定すると思います。これもう安全確保もあるし、やっぱりその方が竿先ぶれないですから。はい、クラゲついたらね、これね、だってタオル持ってきてね、こういうもんでポッポッって取ってやって、あとは、返してやって、クラゲがつくと動きが非常に悪くなるんですよね、ひっついて。これで大丈夫。手で触っちゃうとあとピリピリしちゃいますね。ピリピリします。はい、でそんな手でね、目とか触ると大変なことになりますので、結構こういう取った後にこうもし触れたらね、こういうふうに水濡れタオルとかでこういうふうに手拭いていくと、そういうことになりませんから。はい、今みたいに値がない時ってどうしてますか？いろいろな方法があるんですよ。例えばね、
平ら場の重さを変える、重さを変えるっていうことは、例えばほら軽くするとちっちゃくなるじゃないですか、はい、それって非常に有効なこともあるし、動きを変える、ヘッドってね、いろんなアクションをするんですよ。例えばあんまり動かないもの、ぐるぐる震えるもの、フォールの時にいろんな落ち方をする、フォールアクションをするものとか、いろんなタイプがあるんで、そのようにヘッドの、この、まあ、動きの、違いで、超過を出していく。それとか、あとはカラーですよね。例えばちょっと濁ってたら、はっきりするような色、まあ、オレンジとか赤とかっていうのがはっきりしますよね、はい、のように、まあ、ヘッドカラーを変える。それと、例えば杭が悪いとか当たりなかったら、そのワーム素材にするとやっぱり食い込み良くなったり、実際そうだったじゃないですか、チョコの中でも、はい、なのでワーム素材をつけてみるとか、あとまあ、ネクタイのチューニングっていって、まあ、カットしたら、例えば細くするとかね、もっと、ゆっくり巻いても動くようにするとか、あとはもう今日ずっと終始やってた気にしていた巻きのスピードなんぼですかってありましたやん。あの巻きのスピードで潮がねちょっとゆっくりになったら、ちょっと早巻いてリアクション的に攻めてみようかとか、いやいやナチュラルに攻めゆっくり見せて食わそうかとか、そういうねいろんなその動かし方っていうのもやっぱり視野に出て、いろんなことを組み合わせていくと、もう一匹っていうね超過につながることがあるので、ぜひぜひいろんなことに、ね、チャレンジしてほしいと思います。結構たくさんあるんですね。ありますよ。もう、まあ、それを、ね、組み合わせたるもんや無限大なんで、はい、ぜひぜひいろんなことにチャレンジしてみてください、はい、そうやってこう見つけていくのも面白いですよね。そうですよね。それでね、何かこのカラーにしたよとか、ワーム素材使ったら釣れたよとかって言うと、ね、それ同じもん持っとったら、別に自分だけが探さんでもよくて、誰か乗船の人がねこれで釣れたとかって言ったら、それ持ってたら真似できますやん、うん、なんでね、そういういろいろとね、まあそういう時のために、まあ、ある程度、ね、いろんなものを買い揃えておくっていうのも、まあ、有効な手段の一つだと思います、はい、今日は根掛かりが少ないんですけど、はい、根掛かりをしちゃった時ってどうしたらいいんですか？根掛かりをした時はですね、まあ、できたら本当は外れてほしいですよね、タイラバロストっていうのにつながるんで、はい、その時はね、よくね見かけるのが、実はねこれ根掛かりしたとしてくださいね、まあ、このようにねグイーって竿に負荷をかけて、うんうんうんってこんなことをしてねのかんかなってやる人がいるんですよ、はい、これっていうのは実はどん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 針が入っていくんですね。かきかかったものにどん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 入っていきます、はい、でどうしてほしいかっていうのがあって、実はね竿先の、まあ、要するにくるっと巻いたりすると破損にもつながるんで、そこだけ注意していただいて、うん、はい、糸をね少したるめる、たるますんですね、はい、こんな風にたるましてね、これをピン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 、たるましたものをピンピンピンって張るようにする、うん、瞬間的に強い力がパッとかかる、はい、その時に不意にポンと乗っくこともあるので、うん、まあ一応ねそんな風にこの糸をたるましたものをピン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 って張るような感じ、こんな形で外して何回かやってもらうと、はい、このようにして外すのが僕はベストだと思ってます。わかりました。私バックラッシュをたまにしちゃうんですけど、はい、どうしたらいいんですかね。バックラッシュしない方法ですよね、はい、やっぱねそれって例えば船長言ってくれますよね、水深、うん、で水深の例えば 30m で、まあ、僕だったら 27m ぐらいからですかね、いつもう着点になるかわからないって予測立てるじゃないですか、はい、カウンター見て、だからその時、まあ、その近くが来たらやっぱちょっと強めにサミングをこういうふうに入れてやると、そのように強めに、はいはい、あのまあ、バックラッシュっていう糸がポッとね吹けるようなことがなくなりますから、そんなことをやっぱ意識してますかね、はい、それでもバックラッシュしてしまったら、まずはねクラッチを切ります。でスプールを押さえます。でゆっくりと引っ張っていきます。このように放出させてやりますね。で引っかかるところがこういうふうに引っかかったら、この糸のふわっと湧いた部分っていうのをちょっとこのようにほぐしてあげます。このようにでまた引っ張っていきます。あ、また
この引っかかる部分ができましたので、こういう時はちょっと糸を緩めて、こっちの海側からですね、こっち側に取って少し緩めておいて、この濃い部分をほぐしてあげます。少し、はい、これでまた海側に放出していきます。はい、これで治りましたね。綺麗になったら巻き取って回収してください。これバックラッシュでね、そのまま大きい魚が来たら、うん、ここの引っかかった分でバチンって切れる恐れもあるし、うん、それとバックラッシュってちょっとしたものを長いこと放っておくと、もっとなんかひどいことになりやすいんで、はい、非常にねちょっとしたものを見つけたら即やっぱり対処しておく方が、あとまた大きなミスになりにくいんで、まあ綺麗にね、特にこのピーラインっていうのはこうくしゃくしゃっとなって寄れると非常にねこう癖がつくというか弱くなるんですよね、その部分がね。なんでまあ見つけたら早めに対処する方が後で大きなことになりませんので、はい、注意してやってみてください。乗り合い船に乗ってると、うん、仕掛けがこう絡んじゃったりもしますよね。しますね、ありますよね、うん、そうですね、まあなるべくならね、予防としてはやっぱりできるだけ皆さん同じ、その動線した人と同じぐらいの重りを使うっていうことが一つと、それとあとね、こう例えば釣りをしててこう瀬戸内だったらこう真下にね糸が入るような状況やったら右舷左舷で問題ないですけども、これがたまにこう船底に入るような潮があるんですよ、その時にはあんまりこうバーンって流してしまうと、やっぱり左舷の人、右舷で釣りしている僕からしたら左舷の人と絡んでしまうんで、もうあんまりこうラインがね行ったらちょっといっぺん回収をして、回収してねラインが斜めになって、本来もう一回ちょっとこう、投入のし直しっていうことで少し防げると思うんですよね、はい、あとはね、もしもそういうふうに、動線車の人と絡んでしまったら、うん、やっぱこれもうねお互いが引っ張り合いっこしたらもう永遠外れませんので、はい、そこのところはやっぱりどちらかがもうカウンター見てて、例えばね、僕の方がもう早上がりますよ、まずはごめんなさいって声かけます。やっぱりねお互いトラブルなんで、まずはどっちが悪いっていうことも関係なくして、まずはすいません誰かと絡みましたって言うたら、はい、ね、あちらの人の、あの人やなとかって船長さんが言うてくれますんで、はい、そしたらね、例えば僕の方がカウンター見てもうあと少しで上がりますということを申告して、その絡んだ人とで上げさせてください、つまり相手の人はクラッチを切ってラインを少し緩めてくださいというふうに申告します、はい、それで上げてきてこう絡んだ糸をですね、まあ取って、で、はい、抜きましたよってその人に声かけてあげてください、はい、そしたらその人はまたすぐ回収できますよね。そのようにやっぱりお互いが声かけ合って、うん、ね、どちらが悪いっていうのも言わず、やっぱり先にごめんなさいっていう挨拶から始めていただいて、すると一日ね楽しく、同船者ですからね、一日一緒に嫌でも過ごすわけですから、ね、このような形でやっていただくと、はい、問題が起こらないかと思います。平場釣りの楽しさは伝わっただろうか。当たりが出た時のドキドキ感、マダイがヒットした時の興奮、ネクタイやトレーラーなどを自分で工夫してカスタマイズする楽しみ、このシンプルなのに奥が深い、そしてみんなを笑顔にしてくれる釣り、それが平場。さあ、平場釣りを始めよう。